これからデコポッキーの作り方をご説明します。はい、ではまずチョコレートペンの先端をハサミで切ります。で、このチョコレートペンのチョコを糊代わりにしてポッキーの側面につけていきます。そして2本を貼り合わせます。チョコペンのチョコはすぐに固まってしまいますので、使わない間は湯煎しておいてください。のり付けしたチョコが固まるまで約3分ほどお待ちください。ポッキーの土台の上に文字を書きたい方は、柔らかい時にすると書きやすくなります。華やかな感じをイメージして、ブーケを作っていきたいと思います。さまざまな色のデコレーションシュガーを重ねていきます。隙間はこういったアラザンで埋めるとチョコレートが目立たなくなって綺麗にデコっているように見えます。リボンはハート2つとアラザン1つで簡単にできます。もっと華やかにするにはつけたハートの上にアラザンを小さなアラザンを乗せるとさらにお花のようになります。これを全部のチョコにやっても綺麗ですね。